ある程度ここまではやりたいことを、まあ、やれているのかもしれません。背後を取りました細谷です。細谷真央、細谷が行く、中入れてこぼれ球、後ろから片山、レイソルでのファーストゴール、片山です。進出鬼没のサイドバック、持ち味を出しました。まあ、やっぱり背後からですよ。で細谷の質の高いランニングから始まりましたよね。でポイントはやっぱりボックスの幅から出てるってこと。でガンバの選手たちからするとここまで入られると、まあ、目線釘付けにされますから、でクロスはそんなに良いボールじゃなかったですけど、でそこに対して必ず内側にポジション取るっていう良さが出ましたし、まあ、最後アウトサイドで抑えの効いた素晴らしいシュートでしたよね。片山見事ですね。良さが出ましたね。良さが出ました、はい。